アレクサンドル・ヤコブレフは、ロシアのクラシック音楽のピアニスト。地元のロストフなどの音楽学校で、レフ・オボーリンの直弟子のセルゲイオシペンコに支持し、18歳まで、1歳の国際コンクールを受けずに精進。後に作曲を、レオニード・クリニチェフに支持した後、オーストリアのザルツブルク・モーツァルテウム大学で、アレクセイ・リビモフに支持し、ドイツのベルリン芸術大学で、 パスカルドバイオンに指示して終了。22歳から世界のマイナーから準メジャーの国際コンクールを全て受け、なおかつ地元ロシアの国際音楽コンクールを回避、してまで56の受賞歴を持つコンクールの怪物と呼ばれた。ワールドピアのコンペティションを優勝後、カーネギーホールデビューも果たし、現在は世界中を忙しく駆け巡っている。デビュー時はプロコフィエフの 第三競争曲を荒っぽく引きまくる落ち武者のようなスタイルであったが、現在の彼は南極をこれ見よがしに引けらかすタイプでは全くない。来日時もアンコールのドメニコスカルラッティのソナタや、ヨハネス・ブラームスの商品集などで見られる豊かなカンタービレに長所が発揮されており、今後の成熟に期待の持てるタイプである。パツよりを好むという一部報道があり、 日本のショールームでも演奏した記録がある。ありがとうございます。